の影を目指して君の眠る街まで何気なくなずいて1,2,3,4なあ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 れはさ、カオリンちゃんすいません、ちょっと飲み物はい、それでいいです。いや今日でボイスさんで前に最後の日にラ・フランスさん一緒だったんですよ。でなんか今日も会えたがもういつもいつもいっぱいいっぱいの僕なんですけど、いやでもなんか会えたも嬉しいし、で高谷さんの名前はよく聞いてまして、会えたもめっちゃ嬉しい僕ということで、最後の歌で、最後オリジナルで締めたいと思います。作詞が僕で作曲は元さんっていう人に作ってもらいました。猫がニャン、犬がウォン、いつもこれ最後に歌います。いきます。猫がニャンとか犬がウォンとか歌歌っているのかな。僕はギターを持ってボロロンと今日も歌うんだ。今がワクワクするんだよ。あと今日もおしゃれに行こうよ。タンタタタン僕サタン、ちょっとずらしながらが僕なのさ。猫がニャンとか犬がウォンとか歌歌っているのかな。僕はギターを持ってボロロンと今日も歌うんだ。明日ってすごいんだよ、わかんないけど多分ええやろうな。今日が一番目の僕、明日が二番目の僕、朝が来たらいつも一番目の僕、今がワクワクするんだよ。あがとう。今日もおしゃれに行こうよ。タンタタタン僕サタン、ちょっとずらしながらが僕なのさ。明日ってすごいんだよ、わかんないけど多分ええやろな。今日が一番目の僕、明日が二番目の僕、朝が来たらいつも一番目の僕。間違えた。猫がニャンとか
犬がウォーンとか歌歌っているのかな。僕はギター持ってボロロンと今日も歌うんだ。明日も歌うんだ。うわ。どうも今日はありがとうございました。
こんばんは。こんばんは。ラフランスデッツみたいな感じで、ぼちぼちと短い間ですけどお付き合いのほどよろしくお願いいたします。2人合わせて99歳です。あ、99歳です頑張ります。ありがとう。はい。お子さんよろしくお願いいたします。いつもね酔っ払ってグデグデになるんで、今日はちゃんと飲まずにやりましょうって約束しててね。
で一杯だけでずっと我慢してたんですけど、ちょっとイライラみたいな感じです。酒瓶に歌を詰め込み、今夜一息に飲み干そうとする。ちょうど居心地のいい場所なんてどこにもありゃしない。太陽に焦がされるか、闇夜に侵されるか、we'll be right back.
変わる。ことができたはずさ。重さのない僕らが飛べないのはなぜだ。さっきマノちゃんが言ってたみたいにあのボイスでそろそろ僕もボイスでそろそろ出てました。機会があればまたぜひ。がいくつもの季節が
しそうさ。もうすぐ大きな星が通り過ぎるらしい。僕は君を抱きしめた。僕は優しい歌を歌ってあげようと思っただけさ。感じでね、夜な夜な酔っ払って練習してるんですけども、今までの3曲は題名のない曲なんですけども、次はあの題名のある曲で、その先のためにっていう曲があります。これからいきましょうか。ハーモニカからね。あなたを見た。昨日テレビの中に命の尽きる少女を見た。テレビの中の現実は「ラストシーンは誰も同じさ」「どう生きるかさ」「その先のために」
した。